声がおたけびしてます。いや全部くれてるです全部くれてる全部加藤優さんから連絡もらってやばくない？やばい、もうめっちゃ嬉しかったです。もうプロ野球選手を目指したいって思ったのも加藤優さんみたいな選手になりたいなって思って。あ、違う、やばいっしょ。翔平さんどうしてですか？あら、何ですか？そんな活動を取るなよ。2人で。いや、これね、さっきキャッチボールしたじゃん。はい、しましたね。痛めたらしい。肩吹っ飛んだ。吹っ飛んだらしい。いや、肘がなんかどっか行ったらしい。肘なんだ。その今、回復してる。何ですか？これほら、モンタナで言ってるやつなんじゃん。はい。ドクターエアー。これすごい。結構電気屋にも売ってる、こういうやつ。電気屋売ってるんですか？売ってる電気屋にも売ってる。ねえ、整骨院いるけどです。あ、整骨院だって。整骨院。整骨院だって。これ欲しい。整骨院、これいいよね。これ1万円ぐらいなんですよ。へぇ、で、このアタッチメントと これも、もう3つぐらいあるかな。この、形が違うやつ。腕用、足用。足とかもいいですね。あ、いい。え、これしかもコンパクトだから試合とかも。そうそう、試合でこうやってやりながら、こうやってめっちゃいいじゃないですか。やりながらこうやって、うわっ、おばちゃんみたいな声してるよ。顔が揺れる。あやばいやばいやばい。あ、すごいすごいすごい。これいいっしょ。今これレベル1ですよ。レベル3。うわ声がおたけびしてます。え、これレベルいくつまであるんですか？3まで、1から3まで。これ3やばいです。肘もこれ3で、おお、疲労回復、筋膜リリースみたいな、筋膜リリース的な感じ。でも早足がね、自分の足が見てる。すごい、これいいっしょ。まあ、こんなのよりほらもっといいのあるよね。かけると。もっといいのもっといいのあります。でもガチな方で。本当に？ここ。マジか。最高。張りが。いいじゃないですか。で、三上さんに、とっておきのものがあります。これだろ？これ。いや、それとは別に。何？それよりもっといいのあります。いや、手に持ってるじゃん。しょうがない。ないないない。これ？あ。え？これ俺のじゃん、これ。俺のじゃん。ネイビーカラーさ。翔平さんの。翔平さんと同じものです。いつの間にか。めっちゃついてる。というわけで今回は、そうです、翔平からアクセフを奪え。箱を4つつけた場合だったから、俺がつけていきましょう。箱こうやってやるよりもうここにつけてた方が選びやすいでしょっていう話。確かに。どれがいいですかっていう話。え、ありがとうございます。どれがいいですか？多分これじゃないと思うんですよ。どれがいいですか？何色がいいですか？うわー、迷いますね。いや、全部捨てたかです。違うんですか？全部くれてる。全部。いやでもやっぱ、これがいいです。どれ？真ん中の青。これ青。これ青。これじゃこれね。いいですか？ありがとうございます。つけていいですか？いいですよ、つけてください。つけて、普通に。じゃあ頭でかいんですか？大丈夫です、頭でかいっす。頭でかいっす。頭でかいっす。今撮りました。カット。失礼な。ちゃんと使ってください。使います。頭でかいっす。字幕ありで使ってください。大きいっす。多いじゃないですか。よくね。いいですね。あ、いいね、この逆の色みたいな、オレンジの。確かに合う。目立つ。めっちゃ可愛い。目立つ。ちゃう。めっちゃいいじゃん。アクセル買ったですよ。なんかバランスで。そう、体感みたいな。そうですね。やる体感のやつ。やったことあるでしょ、こうやって。体感。触れる、触れないとか。あ、あるです。ある。結構調子これ、めっちゃ、いろいろあるじゃないですか、スポーツメイクで。その中でこれ一番、バランス結構、重視してたんです。おー。お助け、お助けしよう。じゃあ、これを曲げる。え、本当ですか？やば。2つ付け。ありがとうございます。驚ちで。付けよう。2個付け。あ、じゃあ頭がちょっと。危ない危ない。ちぎれちゃう。ちぎれちゃう。いいじゃないですか。え、嬉しい。確かこれね、オリンピックカラーかな。なんかオリンピックカラーだよね。確か2020年に、オリンピックだからって、こういうなんか、いろんなメーカーがカラフルな。SSK。そう。その、アクセフ版です。
から赤と限定じゃないですか。限定限定です。赤と緑 と黒と緑と確かにそう言われた。オリンピックからまあこれもいいと思いますよ。いいと思うけど常にね、こう常にこう持ってるわけじゃないからさ。これだったら常にこう中に溶けるし、いいと思います。ありがとうございます。やっぱり日々の疲れを癒してほしいなって。ここでこれもいいですけど、いやめっちゃいいじゃん。なんかつけてない感じしたんだよね。あ、確かにつけてる印象なくて。そうなんですよ。なんかエルボーだかフットはベルガードだっけ。そうです、ベルガード。アクセフベルガードじゃない。アクセフベルガードじゃないんです。ただベルガードでしょ。でしょ。ちょっとじゃあ今後の目標を聞いてみるのは最後に。やっぱあれですね、ちょっと選手は引退したんですけど、次はこう自分がやってきたものを、やっぱ今女子野球の人口増えてきてるんですけど、なんかやっぱこう気軽に野球できる環境っていうのはまだ多くないかなと思うので、それでなんか私にできることがないかなっていう時に加藤優さんにご連絡いただいて。すごいね、加藤優さんから連絡もらって。やばくない？やばい。もうめっちゃ嬉しかったです。びっくりじゃない？まあグッジョブで一緒に1年間やったっていうのもあると思うんですけど、女子プロ時代はあんまり接点なかったですか？同じチームとかではなかったので、私がレイヤーで加藤優さんとかのチームを試合してる時にこう運営をしたりとか、でこうちょっと運営後に喋ったりで、いつもこうレイヤーがこう肩したりとかしてて、一番最後までそれでいつもありがとうって言ってくださって。確かに言ってくれるし、確かね、レイヤーがなかったか来てなかった時は、加藤優さんが試合終わりにいろいろ道具の片付けとかしてたのを僕ら見てた。率先して本当に率先してやってた。素晴らしい。めちゃめちゃ礼儀正しいし、めちゃめちゃすごい人的にもすごい。もともと私がその女子プロ野球選手を目指したいって思ったのも、その加藤優さんのなんか YouTube 未来モンスター。あ、未来モンスターです。未来モンスターとかを見て、で加藤優さんみたいな選手になりたいなと思って、でその当時多分朝日トラストに所属されてて、だから私も朝日トラストに行こうって目標を決めて、同じ道をたどろうとしてた。マジか。雑誌とかももう加藤優さんが出てるって全部買って。すげえ、すごい。それがまさかの呼んでもらって一緒に塾を運営するっていうお手伝いでやるっていう。すごいよ。めっちゃ嬉しいです。すごいよね。すごいこう努力家な子なので今後行きたいです。ちょっともう今後はその女子野球塾でいろんな女の子に教えて、一人でも多くこう辛い環境で頑張ってる女の子とかもいると思うので、その子たちが楽しく野球ができるっていうのを教えてあげたい。もう変わらず僕らも陰ながら応援してますし、はいはい、加藤優の YouTube 見ておきます。あとなんですか。またぜひ翔平TV のヤフーでも、はい、したいです。またね、金ちゃんも一緒に、ま、1,2,3 でこう1,2,3 で3点取れるように。そうですね、たまには、ね、みたいな、たまには体を動かして、軟式でね、軟式で、はい、無理なく。こう自分でこうやってて気づくこともたまにあるかもしれないし、教えるだけよりね、違う環境に行ってなんか学んでそれをこう活かせることもあるかもしれないし、はい、はい、なのでちょっと選手としても頑張りたいなと思って、また出演させてください。あ、ぜひ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 お願いします。三上さんが教えてるとことかね、まあ、加藤優さんの方でも出してるけど、翔平TVの方でも出させてもらえたら嬉しいです。ぜひお声がかかったらもう突入します。突入して行きましょう。サニーキャッチボール女子野球塾、はい、やってますので、はい、今体験もやってますので、その体験は場所に行かないと。うん、グランドですね。そうですね、はい、まあ、加藤優さんもいますし。そうですね、女子の選手が小学生の子に教えるっていう形なので、はい、こう、ね、怖いコーチがいないからね。そうですね、本当楽しく和気あいあいと、そう、楽しく教えてもらえると思うんで、参加してみてください。お願いします。お願いします。お待ちしております。はい、というわけで、本日は三上さんにとあるプレゼントをしてみました。動画の概要欄に、サニーキャッチボール三上さんの SNS 貼っておきますので、チェックよろしくお願いします。お願いします。それではありがとうございました。
チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。